神宮、東中日ハウジングセンター中日ハウジングセンターは、中日新聞社多が運営している、住宅展示場。愛知、岐阜、三重、静岡の各地に展示会場を設置。東海ラジオ放送では、展示会場のラジオ CM が木曜日から、日曜の朝の自社制作のワイド番組で、放送されている。黒川東、大垣の CM も当初はイベントが開催される際を、 中心に東海ラジオアナウンサーによるナレーションの CM が放送された後、東海ラジオアナウンサーによる東海ラジオオリジナルの CM が放送されている。一時期放送される CM がすべて新しいバージョンに切り替わったことがあったが、しばらくして元のバージョンに切り替わり、現在でも元のバージョンが放送されている。岐阜 FM 放送では大垣中日ハウジングセンターの CM が当初は、 東海ラジオで放送されているものが放送されていたが2008年以降は同局アナウンサーによる独自のバージョンが放送されている。東海テレビ放送では神宮東中日ハウジングセンターのテレビ CM を不定期で放送しているほか黒川東中日ハウジングセンターがオープンしてからはごく稀に放送されるようになった。三重県内の中日新聞系列である 三重テレビ放送では広域にわたり、電波が発信されているが、本来の放送エリアである、三重県の視聴者を考慮してか、三重中日ハウジングセンターの CM がよく流れている。また三重 FM 放送でも、同様に30の CM が放送されている。浜北中日ハウジングセンターの CM は、中日参加のテレビ静岡と、静岡朝日テレビで放送している。なお、 中日新聞系列の中部日本放送は自社で住宅展示場 CBC ハウジングを持つこともあり CM は放送されないありがとうございます